阪全近視勉強会の皆様、こんにちは。川口です。今日はライトニングトークということで、ハドソンから全近視へのアップグレードの話をしようと思います。ご存知の方も多くおられると思いますけれども、ちょうど今年の頭頃にオラクルとハドソンの名前の商標関係で揉めまして、プロジェクトはハドソンからジェンキンスに、名前が変わりました。この経緯の詳細についてなどは英語ですけれども、ジェンキンス CI.org/Y というウェブサイトからご覧になれます。名前が変わって随分経つので、かなりの多くの方にはジェンキンスにアップデートして出てみたいなんですけれども、それでもやっぱりアップデートをしていろいろ動かなくなったりしたら心配だというふうに思っておられる方もいると思いますし、まだアップデートしてないというユーザーの人を目にすることも結構あるので、今日はアップデートがどれだけ簡単かを紹介させていただこうと思います。実際アップデートはとても簡単になっています。まず最初にその理由を説明します。まずプログラムの内部のクラス名やパッケージ名などは一切変更されていません。これによって昔と同じ挙動を保つことができます。次に、プログラムの動作の一部を制御するためのシステムプロパティなんかをいろいろ使っておられる方がおられるかもしれませんが、こういった名前も互換性のために基本的に前のまま残してあります。だからそういった複雑なインストレーションでも大丈夫です。さらに当たり前ですけれども、使っているライブラリとか全然変わっていないので、そういった観点からも、基本的には同じプログラムのままということができると思います。さらに開発に参加している開発者も基本的に前と変わっていません。コアにコードをコミットしていた、10何人か20何人かのうち、1人を除く全員がジェンキンスのプロジェクトに参加しています。そしてそれ以外にも開発の仕方や、プログラムのライセンスやリリースサイクル、それから使われているチケットのシステムやドキュメントの書かれている域などもみんな基本的には以前と何ら変わることはありません。という具合なので、すでに記録されているプロジェクトの設定とかビルドの情報とかは全てそのまま引き継がれますし、使っておられるプラグインとかもそのまま一切変更することなく、バイナリー互換性またはソース互換性を双方保った形でジェンキンスと一緒に使うことができます。だから一切そういうものを書き換えたりする作業は必要ありません。さらに今までのアップグレードの時と同様、もし新しいバージョンに何か不具合を発見してどうしても昔のバージョンに戻らないといけないという時には、そのままダウングレードすることができます。では実際にいくつかのアップグレードのシナリオをご紹介しましょう。じゃあまずは原点に帰ってコマンドラインから起動する場合のアップデートについて見てみましょう。まずはこうしてハドソンをコマンドラインから起動します。そうするとこんな感じで見慣れた画面になります。何の変哲もない、普通のインスタンスです。ではこのハドソンをジェンキンスにアップデートしてみましょう。でプログラムを終了してから、同じような感じでジェンキンス .var をコマンドラインから起動します。でインストールされているハドソンのデータを見つけて自動的にジェンキンスにマイグレートしてくれます。という、マイグレートっていうか、ただそのデータをロードするだけなんですけれども、こんな感じでロードが完了すると、今までのプロジェクトの設定やビルドの記録はそのまま引き継がれています。それからその、当たり前ですけどビルドをそのまましてもらったりしてきますし、プラグインの設定とかインストールされているものを全てそのまま引き継がれています。でジェンキンスになってから、プラグインの数も増えているので、こんな中にたくさん使ってもらうことができます。じゃあ次はデビアンパッケージからインストールした場合について見てみましょう。ご覧の通りハドソンがパッケージとしてインストールされています。そしてこのインストールのされ方では、ハドソンのデータはスラッシュバーディブハドソンに、設定されています。はい、これが動作中のハドソンです。ちょっとアップデートを面白くしてみるために試しにプラグインをインストールしてみましょう。何でもいいんですけど、EC2 プラグインかなんかにしてみましょう。はい、この
慣れ死んだおっさんとももうすぐお別れかと思うとちょっと寂しいですね。はい、じゃあ再起動したところで全金製のアップグレードをかかりましょう。Debian パッケージの場合のアップグレードはとても簡単で、ただ単純にジェンキンスのデビアンパッケージをインストールするだけです。インストールのスクリプトが自動的にハドスのサーバーを停止して、ハドスのパッケージをアンインストールし、必要なデータをコピーしてからジェンキンスを再起動します。この間すべて自動で行われます。はい、そんな感じで、気品あふれるおっさんに、切り替わりました。いや、よかったよかった。じゃあ、プラグインがちゃんとアップデートされているかどうかも確認してみましょう。はい、さっきインストールした EC2 プラグインがちゃんとインストールされていることが確認できます。Debian パッケージを使う際の注意事項としては、Jenkins を動かすために Jenkins という名前の新しいユーザーアカウントが作られるということと、設定ファイルの場所が、Hudson から Jenkins に名前が切り替わるということがあります。なので、その辺のファイルをいじっている場合は、追加で設定を変更してください。こんな具合できちんとジェンキンスがパッケージとしてインストールされていることも確認していただけると思います。それから、設定データとかはバーリブハドソンからバーリブジェンキンスにコピーされて、ユーザーのパーミッションとかもハドソンからジェンキンスに切り替わっています。じゃあ最後に、トムキャットみたいなサブレットコンテナを使っている場合について説明します。この例では、ハドソンは、Web App Directory にただ WAR ファイルとしてコピーされています。じゃあまずこれを、起動してみましょう。こんな感じで、普通にハドソンが立ち上がります。じゃあアップデートにかかりましょう。ハドソンを消してからジェンキンスワーをただコピーするんでもいいんですけれども、まあ、そうすると URL が変わってしまってちょっとそれに支障がある場合があるので、この場合はですね、ただ単にハドソンをディレクトリとワーファイルを削除してからジェンキンスワーをハドソンワーファイルに名前を変えて上書きします。で、やることはこれだけです。じゃあ、トムキャットを再起動しましょう。はい、再起動するとジェンキンスになっています。 URL はハドスのままなんです。でもジェンキンスなんです。というわけで、ご覧いただいたように基本的には UI 上に出てくる名前をハドソンからジェンキンスに変えただけになっているので、中身は本当に同じものなんです。だから今までの昔のハドソンのバージョン同士でアップデートしていた時みたいな感じでハドソンからジェンキンスにアップデートしてもらうことができます。もし心配性の方はバックアップを取ってからやっていただけると安心です。より細かい情報については、ウェブサイトを見てください。それから質問はメーリングリストからお願いします。というわけで、今日の僕の発表はこれで終わりです。まだアップデートされてない方は、これを機会にぜひ早めにお願いします。それでは。